時期天敵となる蚊。実は血を吸うのは産卵に必要な栄養を摂取するメスの蚊だけらしいのですが、それにしてもあのかゆみ、できれば避けたいものです。そんな蚊に関するハテナは番組ホームページにもたくさん届いています。今朝は専門家が勧める対策グッズなど蚊についての疑問を徹底リサーチしていきます。さあ、この蚊に関するハテナ、本当にたくさんの投稿をいただいていますので、今日は害虫防除の専門家、はい、奥村さんにお話を伺ってきました。いや、蚊は本当嫌ですよ、ね、この季節。蚊に刺されやすい方いらっしゃいますか？自分人よりも蚊に刺されるぞ。でも私よりも子供の方がさらに刺されやすい。そう、なんか幼い子の方が噛まれるんじゃないかなっていうイメージはありますけどね、うん、まあ、どんな人の方が噛まれやすいのかとかもね、今日は見ていきたいと思います。さあ、それでは早速1問目こちらです。なぜ蚊に刺されたら痒くなるの？沢沢さん8歳と淳さん10歳からのハテナなんですけれども、奥村さんによりますと、蚊の唾液に対するアレルギー反応で痒くなるそうなんです。蚊っていうのは血を吸うときに、こう人間の血液が固まらないように唾液を皮膚に注入するんですね。それによってアレルギー反応が起きまして、ヒスタミンという痒みの原因物質が発生してしまうんですよ。なので痒くなるということでした。なんか血を吸われるのは別に構わないんですけど、痒いのが嫌ですよね。やめてっていう、でもなんか本当にズーズーしいなと思って、はい、だって人のね、人の血を吸っておいて唾液まで注入してくるんですよ。確かにね、ひどくないですか？いいやつ、本当にね、ズーズーしいわ。そんな、なんかもうちょっといいもの注入してほしいよね。なんかその肌ツヤが良くなる成分だったらまだちょっと許せますよ、ね、注入するなら本当に。さあ、続いての疑問見てみます。こちら、大型が刺されやすいのは本当ですか？チョコさん15歳とミキさん49歳からのハテナ。そう、これよく聞くんですけれども、そのような検証結果もありますが、被験者数が少なく試験設計が不明なため定かではありませんということでした。まあ、そもそも日本にいる蚊だけで112種類ぐらいの蚊がいるんですって。なのできっと中には O 型が好きな蚊もいるでしょうし、 B 型が好きな蚊もいるだろう。刺す前にこの人何型かって分かんないでしょ。でもそれはなんか匂いみたいなの感じ取るんじゃないですか？匂いや、知らんけど。まあだからニュースコーナーじゃないからね。ニュースコーナー終わったからって興味本位で聞いてるから、はい、なので、まあ、O 型が刺されやすいというのは、まあ、明確には解明されていないということでした。ではじゃあどんな人が刺されやすいのか。でも刺されやすい人っていうのはいるんですか？いるんです。こちら、これもね、蚊に刺されやすい人っているの？と福さん15歳、あっちまんさん51歳からの疑問が届いてます。蚊が寄ってくるのは3つの条件がありまして、1つ目体温が高い、2つ目呼吸が早い、3つ目匂いが強い。まあ、具体的には運動直後の人だったりとか、基礎代謝の高い子供や妊婦さん、子供よく刺されてる、だからか。そう、あとは鼻の香りがする洗濯洗剤やシャンプーなどを使っている。鼻の香りに寄ってきてるってことですか？です。匂いが強いっていうのは臭いっていう意味じゃない？意味じゃなくて、ちゃんといい香り、フローラル系のいい香りで寄ってくるんです。それでも強いと来る、はいはい、何伊達さん笑ってるんですか？いや、臭いんだと僕も思ってたので、思いました。いい香りの人にも可愛い。ちょっと遠慮して匂いが強いみたいな言い方してんのかなと思ってました。違います違います。あとはですね、暗い色の衣類を身につけている人にも寄ってくるそうなんですよね。まあ、ただこれあくまでも蚊が寄ってくる条件なんです。だから寄ってきても実際に刺すとは限りません。じゃあ実際に蚊が刺すのってどういう人というところが、蚊が好きな細菌を肌に持っている人というところなんですよ。2011年にオランダの大学が研究で結論を出しているんですけれども、蚊が好む皮膚の細菌によって刺されやすさが決まるんだそうです。で、まあ、蚊の種類によってそれぞれの蚊が、ね、好む細菌っていうのはいろいろ違うんですけれども、それをいろいろ複数持ち合わせている人が、もう蚊からしたらもう最高のご飯なので、モテモテなんだ。そう、もう一番刺されてしまうということなんです。で、これ例えばお風呂に入らなかったりとか、手を洗わなかったりとかすると細菌が皮膚の上で増えやすいので、ちょっと蚊に刺されやすくなったりするかもしれないっていうのと、あとは食生活ですよね。アルコールをよく摂取する方だったりとか、あとはお肉をたくさん食べるよっていう、いや、お野菜よりもお肉を食べるよっていう人の皮膚にこういう細菌が結構増えやすいっていう
データがあるようなので、まあ、ちょっと本当に蚊に刺されたくないっていう人はそういうところから改善していくのもいいのかもしれません。悩むところです ね、 そうですね。お肉食べたいしね。あ、飲みたいし、飲みたいしね。まあどちらを取るかというところですけれども、さあでは続いて専門家おすすめの対策グッズを見ていきましょう、うん、奥村さんによりますとメトフルトリンを有効成分としていて、かつ厚生労働省から承認を受けたものがおすすめなんだそうです、うん、でこのメトフルトリンというのはどんな成分かといいますと、うん、蚊に特化した強力な殺虫成分なんですが、人畜毒性はとても低く、空間停滞性能に優れていて、うん、長時間持続することができるんですよね。で厚生労働省からの承認というのもパッケージにちゃんと記載されています。防除用医薬部外品ということで、人体に対する作用が緩和なものというふうに承認されているもののこと。これはスプレーとかで噴射するってことですか？あのスプレータイプもありますし、普通に電源につなぐタイプもあるので、あの実際にどんなものをおすすめしているのか見ていきましょう。こちらの5つの商品をですね、奥村さんはおすすめしてくださいました。あ、確かになんかね、電源挿すタイプとか、はい、電池のやつもありますもんね。あります。でもあの割と比較的手に入れやすそうな。よく見るやつですね。そうなんです。左から見ていきましょうか。はい、左から緊張の水性緊張リキッド、アース製薬のアースノーマット。こちら電源に挿すタイプですよね。うん、続いて緊張蚊がいなくなるカトリス、緊張お出かけカトリス。緊張蚊がいなくなるスプレー24時間用、まあ、最後のはスプレータイプのものですね。ということでこちらの5つの商品がメトフルトリンを有効成分としていて、かつ厚生労働省から承認を受けたものということで、あの奥村さんのおすすめの商品ということです。これ人間への毒性は低いって書いてますけど、人畜って書いてあるけど犬とかそういうペットとかも犬とかへの毒性も低いので大丈夫。お家でペット飼ってらっしゃる方でも使っていただけます。さあそれでは最後の質問いきましょうかね、はい、こちらです。なぜ耳元にプーンと飛んでくるの？ほのかさん17歳、りょうちさん29歳からの質問。これイライラしますよね。夜とかに聞いたらもう捕まえるまでこう探してしまうっていう。諦めずに、どうですか中野先生は。もうここに呼んでここでパーンでこいつもだよ。夜中起きてますよ。昨日もうちの妻が家の中でカーパーンってやろうとしたら、その時にガラスのグラスバーン割っちゃって、もう不機嫌になっちゃって、もう大変でしたよ私はもうそれで。あ、じゃあそんな明大さんにちょっと一つ豆知識なんですけど、蚊っていうのはあの上下には飛ぶの得意なんですけど、左右に飛ぶのは苦手なんですって。なのでこうやってやるとこう上に逃げちゃうんですけど、こうやって立ったら逃げられるんですって。こと聞いた俺初めて。そうなんです。なので皆さんね、ぜひそう試してみてください。さあちょっとも問題戻りますね、はい、なぜ耳元にプーンと飛んでくるのかと言いますと、足元と耳元には毛細血管が集中しているので蚊に狙われてしまうそうなんです。でこれあの予防対策としては紫外線にあの誘引する習性が蚊にはあるので、スマホの画面におびき寄せる、そういうことですか。スマホから紫外線が出ているので、スマホの画面に蚊をおびき寄せて、そこで縦に叩いて撃退、はい、これで皆さん。あとね、ここに止まってたとするじゃないですか、グッてこう筋肉入れたら、こうもう刺さってる時にもう蚊が動けなくなるんですよ。嫌ですよ、だってそれ唾液入れられてるんですよ。でもこれでゆっくりこうね、やったことあるの？やったことある。やってみてください。これグッて力入れて。さあということで今朝は蚊について調査しました、はい。